はい、どうも、パサオです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ね。今、ファイヤー批判をいただきましたけどね。こんなん頑張ってますかね。また行きましょう。皆さん、こちらの両学長のファイヤー批判に対する学長の感想という動画、ご覧になりましたでしょうか。先日、両学長がファイヤー批判に対して思うことを述べるっていう動画を出されていて、とても面白かったんですね。まだご覧になっていない方は、ぜひチェックしてみてください。なおですね、今回の動画では、両学長のモノマネもどこかで挟んでいるので、わかった方はコメント欄で教えてください。ファイヤーへの批判については、こちらのチャンネルの視聴者の方からも、以前にこういう質問をいただいたことがありました。世間でファイヤーっていう言葉が知られるようになって、いろんなことを言われるようになりましたが、パスタオさんはどう思いますか？こんなことを聞かれるようになったんですね。ご質問ありがとうございます。確かにファイヤーの認知度が高まって、ファイヤーを目指す人が増える一方で、批判の声っていうのも多く耳にするようになりました。こういう声に関しては、私はずっと基本的に我関せずっていう感じで、特に気にせずにマイペースでやっていこうよ、みたいな感じのスタンスをとっていました。ただですね、今回は両学長が矢面に立って色々と言っていただいているので、その陰に隠れる形で、ファイヤー批判に対する自分の意見っていうのをこっそりお答えしていきたいと思います。ちょっと両学長の意を借りたいと思いますね。ということで、今回の動画の内容です。両学長がお答えしていた、こちらの5つの批判について回答していきたいと思います。この動画を見ていただければ、一般的なファイヤー批判に対して、こういう見方もあるんだっていう新しい気づきみたいなのが得られると思いますので、ぜひ最後までご覧いただけたら嬉しいです。ちなみにこのチャンネルでは、ファイヤーを目指す3人家族がその過程を発信しています。我が家の概要はこんな感じになってまして、ファイヤーに役立つ情報を中心に発信していますので、興味のある方はチャンネル登録をしていただけたら嬉しいです。では早速始めます。まず、ファイヤー批判の1つ目が、そんな節約生活をして何が楽しいんだっていうものですね。で、これについてはですね、楽しいですし、過度な節約をしている認識っていうのは特にないですね。この批判に関しては、おそらく質問をしている前提が違うのかなというふうに思いました。どういうことかっていうと、ファイヤーを目指すイコール、僧侶みたいな質素倹約に努める生活をイメージされているのかなというふうに思いました。ただですね、実際はそうじゃなくて、多くのファイヤーを目指している方がされているのは、支出の最適化だと思っています。この支出の最適化っていう言葉は、ファイヤー界の大先輩である、三菱サラリーマンこと穂高さんがたびたび使われている言葉です。どういう意味かというと、何でもかんでも全て節約するのではなくて、自分の価値観に沿って支出を見直していこうよっていう意味です。人によってこだわりとか譲れない部分とか削れない資質っていうのは絶対にあると思うので、そういうものは残しつつ、削っても問題ない部分を削減して家計をスリム化していくっていうような考え方ですね。ですので批判であったような楽しくない節約生活をしているわけじゃないんですね。もしかしたら中には生活全てを切り詰めて頑張っている方もいらっしゃるのかもしれませんが、それはちょっと自分には真似できないですね。それとこれは個人的な考えなんですけど、資産形成に限らず、何事も長く続けるためには、ほどほどの状態を保つことが一番いいと思っています。皆さんも多分経験があると思うんですけど、何かをやろうと決めた時に、ずっとモチベーションが高い状態をキープすることって難しくなかったですかね。例えばですけど、筋トレとかダイエットとか副業とか何でもいいんですけど、最初の高いモチベーションに合わせて計画を作って取り組んでも、最初はなんとかそれでも回せるんですけど、数日後には挫折をするっていうパターンってめちゃくちゃあるあるだというふうに思ってます。これと同じで、ファイヤーを目指す上での節約についても、最初からアクセル全開で行ってしまうと、絶対どこかのタイミングで気持ちが折れてしまうと思います。そこで立ち直れればいいんですけど、その時に、ああ、また自分はダメだったな、続けられなかったな、っていう風に落ち込んで諦めてしまうパターンもありますし、そうなったら悲しいですよね。そうならないためにも、最初から計画やルールもほどほどにしておいて、緩くてもいいので、ずっと続けられるような仕組みを作っておくことがいいと思っています。たとえゆるゆるな計画でもですね、全力疾走で駆け抜けられるような超人にはかなわないにしても、途中で挫折して諦めちゃった人よりは、早く前に進めるはずです。なので、あまり節約生活を頑張っているように見えないから、周りからは逆に、そんな生活で本当にファイヤーできるのっていう風に心配されちゃうかもしれないんですけど、そんな時は、まあ自分のペースでやってるから大丈夫だよっていう風に答えていただければいいのかなと思います。以上が一つ目の、そんな節約生活何か楽しいんだという批判についてです。で、次に二つ目の批判が、もっとお金を使って社会貢献すべきだというこちらの批判です。で、これに対してはですね、みんながファイヤーを目指して取り組んだら、確かに不景気になってあんまり良くないなっていうふうに思いました。これは両学長もおっしゃっていた通りで、ファイヤーを目指して資産形成に取り組んでいる人は、ちゃんと社会保険料と税金をその分多く支払っているので、社会貢献という意味ではちゃんと役目を果たしていると思います。ただですね、一方で、ファイヤーを目指して蓄財に一生懸命励むような人は、税金とかを支払った後の可処分所得の部分を蓄財に回してしまって、積極的に浪費や消費をしないので、その面では確かに経済の循環っていうのを止めてしまっているというのは言えるかなと思いました。
仮にですね、全員がいわゆるマネリテ高い税みたいな感じになって、浪費や消費を抑えて蓄財に励むようになったら、それは確かに問題になりかねないかなと思います。もしそうなってしまったら、それは確かに大変なんですけど、ただですね、これについては、まあそんなことにはまずならないからご安心くださいというふうに思ってます。これはものすごく個人的な意見なんですけど、日本国民みんなが貯金、投資、節税みたいな資産形成に励むような未来は、おそらくずっと来ないんじゃないかなというふうに考えています。特にファイヤーを目指すような人は、貯金に加えて投資をする人も多いと思うんですが、証券保管振替機構の発表によると、2021年3月末時点の投資人口は1406万人ということで、日本全体の人口で見ると約 11% ぐらいにしか満たないんですよね。コロナショック以降、投資がちょっと流行ったっていうのも背景にあって、確かに投資人口は少しずつ増えてはきていると思うんですけど、それでもまだ全人口のうち 11% 程度しか投資はしていないっていうのが現状です。またですね、その投資をしている人の中でも、早期リタイアとかファイアしたいから投資をしているっていう人はかなり少ないんじゃないかというふうに思ってます。これは以前に日経マネーが行った個人投資家の投資目的の調査なんですけど、それによると早期リタイアを目的にしている人は全体で約 13% っていうことでした。投資人口1400万人の中で、そのさらに 13% なので、日本でファイアとか早期リタイアを目指すファイア民っていうのは、最大でも約150万人ぐらいっていうことが推計できると思います。だいぶ雑な推計ですけど、なんか肌感とは合ってるかなというふうに思います。それでちょっと気になったので、この150万人は日本の都市で表すとどれくらいの規模なのかっていうのを調べたところですね。なんと福岡市、神戸市、川崎市、京都市、この4つの大都市と同じぐらいの規模ということでした。いやー、そうそうたる顔ぶれですね。日本でファイア村みたいなのを作って、ファイア民を一箇所に集めたら、これくらいの規模の村が出来上がるっていうふうに思うと、なんかワクワクしますね。ただですね、実際にはこの150万人の中でも、ファイアを実行できる人っていうのは限られてくると思いますし、そうするとさらにファイア人口っていうのは減っていくと思いますね。そうなってくるとですね、ファイア実践者っていうのはめちゃくちゃ少数っていうことになるので、ファイア民がどんなに蓄財に一生懸命励んでも、そこまで経済へのインパクトはないんじゃないかと思いますね。ですので、ファイア批判をしている人がおっしゃっている、もっとお金を使って経済を回せっていうご指摘に対しては、そこについては申し訳ないっていうふうに謝りつつも、そこまでインパクトないからどうか許してくださいっていうふうにちょっとお願いしたいかなというふうに思います。以上が2つ目の、もっとお金を使って社会貢献すべきだという批判についてです。で、続いて3つ目の批判が、ファイアしたら暇を持て余すというこちらの批判ですね。この批判に関してはですね、両学長もおっしゃっていた通り、ファイアは働かなくてもいい選択肢を得ることなので、暇になって働きたくなかったらまた働けばいいというふうに思っています。ファイアのですね、RE のリタイアアーリーの部分は、労働からのリタイアっていうことなので、今後ずっと働いちゃいけないみたいなことではないんですよね。労働とか嫌な仕事からおさらばして自分の好きなことしようぜっていうような考え方なので、決して一度辞めたらまた働いちゃいけないとかそういうものじゃないんですね。私自身、今は子供が小さくて少しでも一緒に長く過ごしたいから、会社員を辞めて柔軟に働きたいっていうことで個人事業主になったんですけど、もし子供が小学校に通い始めて少しずつ親と遊んでくれなくなって時間ができていったら、何か別の仕事を始めるかもしれないなっていうふうには思っています。それで最近ですね、実際にそういうふうなキャリアを歩まれている方と先日お話しすることができたんですね。 Twitter のスペースっていうみんなでおしゃべりができる機能でお話をしたシングルマザーの方なんですけど、その方もお子さんが小さい時はフリーランスで働かれていて、子供が小学生になった後にまた会社で働き始めたということでした。その方の場合ですね、親がフリーランスとか個人事業主っていうと、子供が少し学校で居づらさを感じたことがあったみたいで、個人事業主でも全然稼げるんだけど、社会的な信用のために会社員に戻ったということでした。そんなこともあるんだなっていうふうに思いましたね。ただ話を聞いていて、もしかしたら数年後に自分たち家族も同じような経験をするかもしれないなというふうに思って、非常に学びになりましたね。他にもですね、SNS で知り合った方や、自分自身いろんなファイア事例っていうのを調べることがあるんですけど、それを見てもですね、暇を持て余して後悔をしているみたいな人は見たことがないなっていうふうに思いました。ファイア前に考えていたやりたいことっていうのを一通りやって、それにも飽きてしまったから、また自分でビジネスを始めたり、会社員に戻ったりしたっていう人がいたんですが、ファイアをしなければよかったみたいに感じている人はいなかったですね。もしファイア後に暇を持て余して、廃人みたいな感じになってしまうような人だと辛いかもしれないんですけど、基本的には暇になったらまた別の暇つぶしを探せばいいだけなので、特に大きな問題ではないのかなっていうふうに思いました。それとこれは個人的な意見ですが、ファイアを目指して積極的にいろいろ行動を起こせるような人なら、ファイア後も暇を持て余すっていうことは少ないんじゃないかなっていうふうに思っています。よく耳にするファイア後に暇を持て余してボケるみたいな話は、現役時代に特にやりたいこととか趣味を探さずに、やりがいや生きがいを
会社から与えられ続けてきた人が陥る問題なのかなみたいにも感じています。なのでそんな早く会社を辞めて暇を持て余さないのっていうような質問に対しては、もし暇を持て余したらまたその時考えるよくらいのトーンで返したらどうかなっていうふうに思いました。以上が3つ目のファイアしたら暇を持て余すんじゃないかという批判についてです。続いて4つ目の批判が、暴落が来た瞬間終わりだというこちらの批判ですね。これは一理あるんですけど、それもタイミングによるかなっていうふうに思いました。このチャンネルでは過去に何度かご紹介しているんですが、インデックス投資の有名な出口戦略の 4% ルールっていうものが失敗するパターンっていうのはほぼ決まっているんですね。で、そのパターンっていうのが、ファイアした直後に暴落があって、資産額が大きく減少している時に取り崩しを行ってしまって、運用資産を大きく減らしてしまうことです。これはシークエンスオブリターンリスク、通称 SRR っていうふうに呼ばれていて、和訳するとリターンを得る順番の違いによるリスクっていうことになります。この SRR っていうのをざっくり解説すると、リタイア直後の相場が良ければその後に暴落とか大きな調整があっても資産は枯渇しない。一方でリタイア直後に暴落とか大きな調整があった場合は、そこで資産を取り崩してしまうと、その後に相場が回復したとしても資産が枯渇する危険性が高くなる、こういうものになります。このシークエンスオブリターンリスクはファイア後の資産取り崩しフェーズにおける大きな問題で、アメリカのファイア系の記事でもこのシークエンスオブリターンリスクへの対策や考え方っていった記事はよく目にします。このシークエンスオブリターンリスクについては過去に何度か動画にしていて、対策についてもお話をしているので、よろしければご覧になってみてください。概要欄にリンクも貼っておきます。それでこの恐ろしいシークエンスオブリターンリスクなんですが、対処法もあるのでちゃんと対策をしておけば大丈夫です。それでその対策っていうのが2つあるので1つずつ紹介します。で、まず1つ目が資産の取り崩し率を下げるっていうものですね。で、これについてはですね、運用資産の取り崩し率を、その期間だけ運用資産の取り崩し率を下げるっていうものですね。例えば取り崩し率を 4% から 3.5% や 3% に下げるというものです。こちらは 4% ルールの成功確率を表している表になっていて、ポートフォリオ、取り崩し率、リタイア年数ごとにその成功確率っていうのが分かるようになっています。それでこれを見ると取り崩し率を下げると成功確率がぐんと上がっているのがわかると思います。 4% の部分がこの赤枠で囲っている部分で、 3.5% と 3% のところが青枠で囲っている部分ですね。仮にですが取り崩し率を 3% にした場合、取り崩し期間が60年っていう長い期間になったとしても成功確率は 100% ということになります。当たり前ですが取り崩す金額を少なくすれば資産はより長持ちするということですね。ですので、暴落で資産が減っているときは、取り崩し率を下げて、売却する金額を抑えていって、その分、支出を下げるか、不足分は別で稼いだりして、なんとか乗り切るっていうのが一つ目の対策になります。で、続いて二つ目の対策ですが、それが資産を取り崩さないというものになります。これはですね、言葉通りで、暴落期間中は資産を取り崩さずに、別の手段でなんとか乗り切るっていうパワープレイですね。暴落からの回復にかかる期間っていうのは、まちまちなんですが、過去を見ると大体5年程度では回復しているっていう場合が多いみたいです。コロナショックはちょっと異次元の回復の速さでしたね。なので貯めていた生活防衛資金を取り崩したり、その期間はまた働いたり、もしくは個人事業をめちゃくちゃ頑張ったりして、なんとか暴落期間を乗り切るっていうようなスタイルになります。その期間をやり過ごして相場が回復して上昇相場になれば、資産が枯渇する確率っていうのはかなり減ります。ファイア後はこういうこともあるので、会社を辞めても個人で稼ぐ力を伸ばしておくことが非常に重要になるということですね。こういうふうにファイア後も積極的に個人で稼ぐ活動をするっていう話をすると、それじゃあファイアしてないじゃんっていうふうになんか怒られそうなんですけど、ただですね、やっぱり収入源を複数持っておくと精神的な安心にもつながりますし、こういう暴落時の心の支えにもなると思います。なのでできれば会社員で働いているうちからいろいろと始めてみるのがいいんじゃないかなと思いますね。現代社会ではですね、いざとなったら Uber Eats もありますので、仮に暴落してお金が不足しそうになったら、みんなでチャリコイで乗り切っていきましょう。以上が4つ目の暴落が来た瞬間終わりだという批判についてです。で、続いて5つ目の批判が、ファイア自体が目的になるのはおかしいというものですね。いや、この批判についての両学長の回答が、もうほっといてくれだったのはなんか面白かったですね。あの両学長がなんか感情で返してるっていうのがなんか面白かったです。これに関してはですね、私もちょいちょいファイアは目的じゃなくて手段だよみたいなことを言っているので、この部分については両学長の意見とちょっとぶつかっちゃったんですよね。ただ両学長の話を聞いていて、確かに今の環境がひどすぎてファイア後のことなんて全く考えられないっていう人は、ゆっくり考える時間を作るっていう意味でも、まずファイアを目的にしてもいいのかなっていうふうには思いました。心に余裕がないときは目の前のことで精一杯で先のことなんて考えられないんですよね。
思い返せばですね、私も1社目を辞めた時は心に全く余裕はなかったので、まず一旦リセットしてゆっくり考える時間を作るっていうためにも、次は決めてないけどとりあえず辞めるっていうような選択を取りました。その辞めた時はですね、時間はあるけどお金はないっていう状態で、やっぱり毎日精神状態としてはしんどかったんですけど、確かにあの状態で生活に困らないお金があったとしたら、もっと選択肢の幅も広がっていたなと思いますし、違う道に進んでいた可能性もあるなっていうふうに思いました。金融資産っていう下支えがあるのとないのとでは全然違うので、そういう意味では、特に今はファイア後にやることは決めてないけど、ファイア後にやることはまたその時に考えますっていうようなスタンスでも、まあ困ることは少ないのかなっていうふうにも思いましたね。それで万が一ファイア生活が肌に合わないっていうふうに思ったら、先ほどのファイア後に暇を持て余すんじゃないか批判のところでも言った通り、また仕事に戻ればいいだけの話なんですね。それでこれは個人的な意見なんですが、ファイアっていう具体的な目標ができてから、それまでなんとなく過ごしていた日常が楽しくなったっていう実感があります。ちょっと停滞感を覚えていた仕事に関しても、自分で勝手にファイアする年を定年っていう風に考えて取り組むことで、仕事にも張り合いが出たんですね。それと我が家の場合ですね、ファイアして家族の時間を増やして楽しく生活するみたいなのが家族全体の目標になっているので、家族で一緒に目指せる目標ができて、日々が楽しくなりました。やっぱり共通の目標に向かってチームで取り組むみたいなのって、クラブ活動とか部活とかそういう感じに近くてなんか楽しいんですよね。なので、ファイアしたその後のこともちゃんと考えようっていうのは本当にその通りなんですけど、そこはあまり深く考えすぎずに、まずはファイアできる状態っていうのを一つ目的とか目標にしてもいいんじゃないのかなっていうふうに思いました。以上が5つ目のファイア自体が目的になるのはおかしいという批判についてです。まとめです。今回は両学長のファイア批判に対する回答動画に乗っかって、代表的な5つのファイア批判に対する私の考えをお伝えしました。ファイア批判が出てくることをネガティブに捉えたり怖がったりする人もいると思うんですが、こういうふうにいろいろな批判が出てくるっていうことは、それだけ注目度が高まっているということの裏返しだとも思います。注目度が高まれば目指す人も増えて、具体的に調べたり、あと実践をしたりする人っていうのもどんどん増えていって、日本中でファイアの知見っていうのがますます増えていくというふうに思うので、これについては私自身ですね、勝手にポジティブに捉えています。こうやってどんどんファイアが目指しやすい世の中になっていけばいいなっていうふうに思ってますね。今回の動画は以上になります。これからもしっかり学んで行動して自由への道を歩んでいきましょう。終わりたいと思います。今日もありがとうございました。今日が一番若い日。それでは今日もいい一日を。このチャンネルでは今後もファイアに役立つ情報を発信していきます。この動画が面白かった、参考になったという方は、ぜひチャンネル登録やいいね、コメントをしていただけたら嬉しいです。お問い合わせは Twitter かこちらのアドレスにお願いします。今回もありがとうございました。両学長の真似似てましたでしょうか。ちょっとそろそろ怒られそうですね。